山形の塔は、沖縄県糸満市にある、慰霊塔。山形県出身者で編成された、不評第32連帯画軍旗を、笹具や騎士たちに建てられた塔であり、沖縄県をはじめ海外諸地域において戦没された、山形県出身者4万余り柱の書礼を、祀っている。敷地面積は1035.96平方メートル。 合死者数は4万834柱であり、内訳が沖縄戦戦没者765柱、南方諸地域戦没者2万5612柱、その他地域戦没者1万4457柱となっている。なお、納骨はされていない。1964年4月、山形県出身戦没者の慰霊党を混流するため、関係機関、 団体で構成された山形県選没者沖縄慰霊塔建設規制同盟会が結成され山形県を挙げての事業として塔の建設が進められる。翌年の1965年2月沖縄県糸満市前里地区に山形の塔が建立。塔には山形県産の石材が使用された。現在山形県の委託によって 公益財団法人沖縄県平和記念財団が管理している。1972年の沖縄返還以来、遺族代表をはじめ、沖縄県内の地元関係者の参列を得て、慰霊祭が毎年現地で行われている。AB 財団法人沖縄県平和記念財団、ABCD プレスファイル01、PDF ハットイレート2012から06、PDF。ありがとうございます。